論理と感情を両方上手に扱える人は優秀で貴重な存在だと思います。ひろきさんの身の回りにどなたかいますか？動画見て振る舞いを参考にしたいです。まあ、感情のコントロールがきちんとできる人って、あんまり好かれないんですよね。何で見たんだっけな、誰かタレントさんが言ってたんですけど、感情をあらわにしてる人の方が好かれるんですよね。だからその芸能人で生き残ってる人で、悲しい場面が流れた時に涙を流してる人の方がファンが増えるんですよ。で、涙を流してる人の方が長期的には生き残ってたりするんですよね。なんか、VTR が流れて、スタジオでひな壇の人たちがみんなで見て、なんかワイプで顔抜かれるみたいなのってバラエティ番組でよくあるじゃないですか。で、悲しいシーンでよく泣く人、例えば小池栄子さんとかは、やっぱり生き残るんですよ。要はその何か悲しいことがあった時に悲しい表情だったら涙を流す人っていうのは見てる側ももちろんその悲しくなってるから、この悲しさを共有できるんだっていうので、この人はそういう感覚が共有できるから、その信頼感だったり、そのある種友情を感じちゃったりみたいなっていう感じで、その共感を持たれるので、その好感度が上がるって、まあベッキーさんとかもそうなんですけど、っていう感じで、その感情をあらわにしてる人の方が芸能人としては長生きしやすいっぽいんですよね。で、僕グッドラックっていう TBS の番組とかで出てるんですけど、あと、アベマプライムとか出てるんですけど、アベマプライムで行くと、記憶喪失の人が出てきた話があって、その記憶喪失の人って、寝ると記憶がなくなるんですよ。もともと事故で、寝るごとに毎日記憶がなくなるっていう人で、で、かなり珍しい症例なんで、僕すげえニヤニヤしてその話見てたんですよね。悲惨な状態なわけですよ。要は毎日会う親とかも、初めましてっていう状態になるんですよ。毎日毎日何十年間育ててくれて、その記憶喪失の世話してくれてる母親に会うために初めましてって言って自己紹介をするっていう話で、もうその悲しみたい人的にはすごく悲しい話に聞こえるんですけど、もう僕面白くてしょうがなくて、やっぱ本物って違えなと思って、そのメメントっていう、そういう3つのことしか覚えられない映画っていうのがあったんですけど、そうは言ってもあれ偽物の話じゃないですか。だから本物の話だから、やっぱ本物ってそうなんだって、もうめちゃくちゃ嬉しくなってて。なのでそのメメントの場合って、3つっていうのが明確にあるんですけど、本当に記憶喪失の人って覚えてることと覚えてないことがふわふわしてるんですよね。なので、もともと音楽をやってた人で、音楽を聴くと、そこのじゃあこういう曲だよねとか、楽譜とかは思い出せるんですよ。でも、次の日会ったこととか覚えてないんですよ。で、僕、記憶喪失の人に必ず聞こうと思ってた、記憶喪失になった瞬間、ここはどこ？私は誰？って言いましたって聞いたんですけど、で、その人が言ったのが、記憶喪失になった瞬間のことを覚えてないので分かりませんって言われて、確かになーと思って、っていうのが僕の中でめちゃくちゃ面白かったんですよ。っていう、すごくどうでもいい話なんですけど、っていう感じで僕は不幸な人を見ても面白くなってしまうので、なかなか他人に共感はされないと思うんですよね。はい。以上です。はい。